3年ぶりか。クソババ。やっとくたばったのかよ。アミちゃん、もう部活終わったの？出て行け！ここは俺の家だ！なんだよ、クソ。俺がばあさんをバカにした奴ら。全員見返してやるつもりだったのに。俺がやるんだよ。ばあさんに代わって、あの店を。ちょっと待って。じゃあ私たちと一緒に住むってこと？可愛い顔するじゃん。正義の味方、悪い奴らに鉄拳制裁。うん、可愛くなったんじゃないかしら。ご飯ができたから呼びに来たの。一緒に食べましょう。上司としても男としても頼りないな。負けっぱなしで終わるなんて冗談じゃない。カフェテラスファミリアの反撃はここからだ。料理なんてしたらネイル剥がれちゃうよ。私汚すの専門だから。早起きとか無理。掃除やだ。文句ばっか言うなお前ら。家族だと思ってくれって。このお店に来るお客さんはみんなファミリア。家族。果たしてこいつらはこの店を救う女神か、それとも店を潰す貧乏神なのか。どちらにしても本当に面倒な奴らと関わってしまった。